こっち側の肉、骨、こっち側の肉で三枚おろし、とろーんとこうちょっとゆるいとろみがついてきます。幼稚園の頃おばあちゃんとよく魚ゲームをやってたんですよ。おばあさんが釣り人役をやって俺が魚役をやるの。皆さんこんにちは、料理家の木島隆太です。さあ今日作るのはサバの味噌煮です。でよく聞くのが煮魚ってめんどくさそう。全然めんどくさくない。サバの味噌煮ってサバの皮が剥がれちゃったり味が入らない、いやそう全然そんなことないです。とにかくはしょれるところははしょって簡単にでも美味しいサバの味噌煮の作り方今日は紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。材料のご紹介でございます。まず、サバね、今日はマサバ1尾分で、普通魚ってさ3枚おろしにするじゃない。サバはね2枚おろしで売ってることもあるんですよ。で特に味噌煮にするんだったら俺は2枚おろしにした方が好き。2枚おろしって何かっていうと、普通3枚って俺の体で言うと魚はこうなってるじゃない。でここに骨がビーってあるじゃない。こっち側とこっち側に分けるわけですよ。こっち側の肉、骨、こっち側の肉で3枚おろし。2枚おろしっていうのはこっち側の肉、骨で1個セット、残りのこっちの肉だけっていうのは2枚おろし。で要は2枚おろしっていうのは片側に骨がついてるっていうおろし方。分かりやすい。で味噌煮を作るんだったら2枚おろしにしたものがおすすめ。あと焼き豆腐、俺サバの味噌煮の影の主役ってこいつだと思うんですよ、我が家では。でネギが入って、生姜が入って、調味料味噌、砂糖、みりん、醤油ね。あとお酒たっぷり使います。とお水、こんな感じの材料です。でサバってさ2枚おろしになってるとこの骨のところがついてるわけね。サバみたいな生臭い魚はよく、さっと湯通しして冷水にとって霜降り、そうすると生臭くならないよって言うんだけど面倒なんです。サバの味噌煮なんてもう味噌がっつり効かせてそうそう生臭くならないと思う、新鮮なサバ使ってれば。でもまあ最低限の生臭さは取る、まあ洗うっていうことです。これをねもうボウルに入れて表面のここの特にこの血合いのところね、ペーパーの上ででペーパーで水気を拭いておく。ではこれ切っていこう。まずこのサバを半分に切っていきます。こっちの方は油が多い部分ですよ、いわゆるこってりとした脂身の部分で、下の方になっていくとどうしても筋肉質になって、油が少なくなっていく。スッと入れたら骨に当たるのね、ここを押さえてガツンと半分に切れます。サバの皮って煮ているとどうしても剥がれやすくなります。包丁入れておきます。斜めに1、2、3本ぐらいで、さらに身の方にも少し切り目が1センチぐらいかな入っているので火通りも味の絡みも良くなります。こういうふうに切り目入れておいてください。こういう感じね。骨がない方も同じように半分に切って、まず生姜はねもうね皮ごとよく洗って皮付きで使っちゃう、薄切り。長ネギは斜め薄切り、この青いところも。で焼き豆腐です。4等分に切って、でこれをですね立ててこれで半分に切っていこう。だから煮魚とかやるときはその魚の高さに合わせて切ってあげると全体がまんべんなく煮汁に浸るよね。まず砂糖、みりん、それとお味噌、お味噌さんの砂糖みりん1半1半ね、覚えやすい。まず最初にこのね糖分と味噌だけ先に練り合わせてあげる。これするとねすっげー美味しいのよ。要はちょっと砂糖を焦がしてここでテリッテリのタレをまず作っちゃうイメージ。これ実は昔あの柳原さんに教わったんだよね俺このやり方。テリの出方も違うし甘みもなんか深い甘みになるし、これは気のせいかもしれないんだけど最後の煮上がりのとろみのつき方がちょっと違う気がするの。これね面倒だったらこれしなくていいです。もうあの調味料味噌とかと味噌砂糖みりんとお水とお酒最初から混ぜて煮始めちゃってもいいんだけど、余裕がある方はぜひこれやってみてください。今日はフライパンでやってます。煮魚作る時フライパンって優秀なのよ。口が広いから魚が重ならないで並べられるでしょ。この滑らかにちょっと飴っぽい感じになってきたよ、とろーんと。ここで残りの調味料入れていきます。お酒、お水、お醤油。このね少しお醤油入れることで味がぐーんと引き締まるので材料入れていきます。サバの水気をペーパーで拭いてから入れる。
もう煮汁が冷たい状態でサバを入れていっちゃいます。で、豆腐。隙間を埋めるみたいな感じで豆腐入れます。ネギの白いところもなるべく隙間に埋めていく感じで、ここでまだ冷たい状態の煮汁をサバの上にかけてください。汁をかけること豆腐での上サにバものかける。皮が剥げづらくなると思います。で、もうここから落とし蓋をして煮ていっちゃいます。厚手のやつね、不織布タイプってやつですか。はい、このまままず煮立つまで。生姜入れ忘れちゃった。生姜も入れます。体を使ったサバの説明、すっごくわかりやすいですね。あれでしょう、前俺鶏のももでもやったり、己の体で食材を表現するやつね。鶏だろうが四つ足の豚牛だろうが、まあなんなら魚だろうが人間だろうが、骨があって内側に内臓があって、周りに肉、筋肉があって、皮があるっていうのはみんな一緒じゃん。だからさ、なんか体で説明すると結構わかりやすいし、それわかると料理って楽しくなると思うんだよね。で、俺多分ね、これのね、ルーツ思い出したの。幼稚園の頃、おばあちゃんとよく魚ゲームをやってたんですよ。そう、おばあさんが釣り人役をやって、俺が魚役をやるの。で、おばあさんがベッドの上に座って、こうやって糸を垂らすと、俺がかかったっつって、あーっつって、あーっつって、ベッドの上にね、釣り上げられるのよ。で、そっからおばあさんが俺をさばき始めるの。まず頭を落として、内臓、腹を開いて内臓を落としてとか言って、で、ここに油、骨をそぎ取ってとか言って、俺がこちょこちょこちょってやられながら、で、皮をこうやってベリベリって剥いてみたいなのをやってたのよ。それが俺のルーツ、食育ですよ、これが。今ふつふつ湧いてきたんだけど、ペーパーに穴開けといてあげてください。そうするとブクブクの逃げ場ができて、より全体になじみやすい。で、このまま弱めの中火で5分ぐらい煮ていきます。ちょっとちらっと見てみようか。まあ、身の方にもだいたいもう火通ってると思うんですよ。時間がある人はぜひここで一回火を止めて粗熱取ってください。最低30分ぐらい冷ましてあげる。そしたら冷めてる間にグーって味が入っていきます。で、時間がなければもうこれでペーパー剥がして煮汁をちょっと飛ばすような感じで煮ていきます。煮れば煮るほど味は染みるんだけど、どんどんパサパサになっていくのよ。冷ましながら味を含ませていく。火を止めてから今30分ぐらい経ちました。フライパンはもうこう触れるぐらい冷めてるね。もっと余裕がある方はしっかり冷ました方が味は染みるけど、これぐらいでも大丈夫。よいしょ、ペーパー取っちゃおう。この不織布のペーパーなんだけど、こっちに汁たっぷり吸ってるので、これはもったいないから戻す。よし。シャバッとしたサバ味噌が好きな人もいれば、ドロッとしたのが好き。俺は結構ドロッと目が好きだから、こっから汁を煮詰めていきます。火つける。煮汁が好みの濃さになるまで煮ていきます。もう今5、6分煮た感じです。そうすると煮汁にとろみがついてくるのよ。ちょっとわかるかな、こうちょっとゆるいとろみがついてきます。ネギの青いところを入れてちょっと一瞬煮て、あとはもうこれで出来上がりにしちゃいます。お疲れ様でした。あ、サバ味噌いただきます。染みてる染みてるんだけど、パサつきも最低限って感じ。ちょっと濃厚なタレを絡めることでパサつきを少し抑えてあげる。で、さらにね、生臭さね、ないね、これ。うめえっす。子供の頃はこの焼き豆腐が楽しみだったの、俺。フルフルの。いただきます。これ肉豆腐よりサバ豆腐の方がうめえかもしれない。ああ、最高でございます。煮魚って難しいっていうふうに感じる方も多いと思うんですけど、今日の見方見て、全然難しいとこないでしょ。あんまり気にせずね、ギャーってやっちゃえばいいんですよ。で、余裕がある人は1回冷まして味を含ませて、もう1回温める。これだけやってもらえれば間違いなく美味しくできるので、ぜひやってみてください。コメント、リクエストお待ちしております。というわけで、次回もぜひまた見てください。さようなら。両手バージョン。